ミッキーマウスはアメリカのディズニーチャンネルで放送されているテレビアニメシリーズアメリカで2013年6月28日から2019年7月19日まで日本ではディズニーチャンネルで2013年11月18日から2020年2月9日まで D ライフでは2014年2月16日から2020年3月27日まで放送されたテレビ 東京系列では2015年10月4日から2017年2月12日までと2018年4月1日から4月8日までディズニーサンデーの枠内にて放送された。2020年からは本作の続編となったミッキーマウスのワンダフルワールドと題してミッキーマウスの誕生日である同年11月18日からディズニーにて日米同時配信された。ミッキーマウスを 主人公にした短編アニメーション番組。デザインは旧時代をベースにした新たなものが採用され、全体的に少し小柄になっている。過去のミッキーマウス作品にあまり見られなかったグロデスクな演出やリアルな演出があるのが特徴だが、これらのハードなドタバタ劇はカートゥーンアニメの表現を多く踏襲している。そういう意味では、昔ながらのアメリカ産アニメーションの雰囲気に近い。 日本語版では、字幕放送にて、ミッキーの声は黄色、ミニーの声は水色、その他のキャラクターの声は白で表示される。声は声優。英語、日本語。放送は、基本的に5分枠であるが、それを超える回があり、その場合は30分以上の特番などでまとめて、放送される。例、2017年11月19日の D-Life の30分枠で、 通常の5分枠でスキップされた16、52、54が放送された。5分声回は他に47、74がある。ディズニーチャンネル内での特別編成では新エピソードが放送された。ハッピーバースデー。ミッキーマウス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 ハッピーバースデー。 ミッキーマウスハッピーバースデー。ミッキーマウスハッピーバースデー。ミッキーマウス本作品が題材となったアトラクションがディズニーパークに存在する。ディズニーハリウッドスタジオに存在。ディズニーランドに建設中である。ありがとうございます。